はい、皆さんこんにちは。今日はですね、ノートアプリのチュートリアルをやっていきます。GoodNote っていうアプリを使って、こんな感じのちょっと可愛らしいね、リンゴの早見表みたいなのを作っていきたいと思います。リンゴってね、種類によって味とかね違うじゃないですか。酸っぱいとか甘いとかっていうのがあると思うんですけど、それをこんな感じの、チャートにしてみます。で、今回はこのリンゴの書き方ですね、ちょっとアップルのロゴみたいにしたんですけど、これを GoodNote でどうやって書いていくかっていうのと、あとは、GoodNote 以外のアプリもいろいろ連結させてこのノートを作っていきたいと思います。はい、じゃあ始めます。GoodNote 立ち上げて、まずプラスボタンからノートを作成していきます。一番上のノートを選択して、まず最初表紙と中面のレイアウトを決めていきます。表紙は今回は何でもいいんですけど、黒のこれを選んでいきます。で、中面のレイアウトなんですけど、今回は、グリッド表示でやっていくので、この中からスクエアードペーパーってやつを選んでください。で、タイトル何でもいいので、今回はアップルチャートにして作成していきます。で、ここのボタンを押すと横向きか縦向きかっていうのが選べるんですけど、今回は縦向きで選んでいきます。で、今 GoodNote 5を使ってるんですけど、 GoodNote 4はね、この縦向きか横向きか選べなかったんですよ。なんですけど、 GoodNote 5にアップデートされてからはこれ縦向きを選ぶことができます。で、今回はねこれで書いていきます。で、最初にチャートの軸を書いていくんですけど、直線を書きたいときはここの図形ボタンですねを押します。で、図形ボタンは何かっていうと、こうやって適当に四角とか丸を書くと、正円になったり正方形長方形に勝手になってくれます。で、この状態で直線を、十字架に引いてあげます。で、選択ツールでこの直線をくるって囲ってあげて、後からこうやってね移動させたりすることも可能です。サイズ変更とかもできます。で、ここの上のあたりはですね、後からヘッダーみたいな感じで画像と文字を載っけるので、なんとなくね、あたりでこの辺に画像が来るよっていうのを書いといてあげます。で、この状態でチャートの文字をちょっと書いていきますね。まずこの上のところが酸味が強いね、酸味がここの上に来れば来るほど酸味が強いです。で、文字が書けたらこれを選択ツールで囲ってあげて長押しします。で、長押ししてコピーで、この状態で下の方に行って、下の方で長押ししてペーストを押します。そしたら同じものが出てくるので、この状態で、酸味の強いっていうところの強いの感じだけを弱いに変えてあげます。で、これが縦軸ですね。で、次横軸いきます。横軸は甘みです。左に行けば行くほど甘みが弱くて、右に行けば行くほど甘みが強いの、チャートにしますね。で、同じようにコピーをしてペーストします。で、ここまで書けたら次アップルのロゴをね書いていきたいと思います。このアップルのロゴをねラフで書くのはめっちゃ難しいんですよね。皆さん書いたことあります？結構ねバランス取るのが難しいんですけど、書き方のコツとしては、このグリッド表示の 3×3 の正方形の中に、このアップルの葉っぱじゃなくて実のところが、収まるように書いてあげるといい感じになります。こんな感じね、 3×3 の正方形グリッドの中に収めるように書いていきます。で、後から修正できるんで、とりあえず書いてみて、なぞってなぞって修正していきます。で、葉っぱはこんな感じ、これぐらい、葉っぱは適当です。で、ベースかけたらこれを塗りつぶしていきます。でですね、こんな感じで、塗りつぶしながらだいたい形を整えていくんですけど、この葉っぱのところ、葉っぱのところね、ちょっと角度があるんですよね。いいポジションの角度があって、皆さんね、iPad 持ってたら裏側見てみて、角度あるじゃないですか。
で、これ角度を調節するときは選択してあげてサイズ変更をします。そしたら、グッドノート5になってからこの角度をね調節できるようになったんですよ。こんな感じで角度を変えながらなおかつサイズも変えれるようになりました。これめっちゃねおすすめです。で、こんな感じでざっくりざっくりベースのアップルロゴ完成で、あのアップルロゴはね右側半分かけてるんですけど、ここをね消しゴムで消していきます。で、消しゴムに切り替えるときはアップルペンシルダブルタッチで切り替えてくれます。で、この消しゴムのところを選択するとこの中に、ストローク全体を消去っていうのがあります。で、これをオンにして、消しゴムで消してみると、例えばねこのライン上のラインのとこワンタッチするとそのラインが全部消えます。これがストローク全体を消去で、これオフにすると消しゴムでタッチした部分だけが消えてくれます。なのでこのアップアップルロゴの、右半分を消したいときはこのストローク全体を消去をオフにした状態でこんな感じでかけさせてあげるんですよ。で、これオンにするとこんな感じでね全部消えちゃいます。で、これをオフにして、消しゴムのサイズ少し小さめにしてあげて、で、ちょっとずつちょっとずつね削り取っていきます。あのお絵かきアプリみたいに綺麗にはねこうやって端っこのエッジのところ消えていってくれないんですけど、ちょっと消して後からペンで足してあげるっていう感じで書いていきます。結構ねこれも難しかったですで、こんな感じでブラシ切り替えてこのエッジのところねジャギーになってるのを付け足してあげる。こんな感じかな。ちょっとえぐれすぎかもしれないですね。なんかねアップルロゴってこの黄金比率みたいなのがあるみたいで、このアップルロゴをめっちゃ綺麗に描けたい人はあのアフィニティデザイナーがおすすめで、今度このアップルロゴを超綺麗に描くやり方をやろうかなと思ってるので、それも楽しみにしておいてください。で、とりあえずね今日はこんな感じで、ロゴのところ完成で、ここから表を作っていくんですけど、まずはじめこのグッドノートで書いたペンっていうのは後から色を変えることができるんですね。で、それはどうやってやるかっていうと、例えば今回で言うとロゴのところを選択して、で、タッチ長押しすると、カラーっていうのが出てきます。で、この状態で好きな色に変更してあげるんですよ。そしたらいくらでも後から色を変更することができます。で、こうやって後からサイズ変更もできるし、で、グッドノートのもう一ついいところは、グッドノートで書いたラインっていうのは全部ベクターのラインなんですね。で、ベクターのラインっていうのは何かっていうと、どんだけそのサイズを大きくしても小さくしても綺麗な滑らかなラインっていうのは変わらないんですよ。で、これ、ベクターの逆がラスターっていうんですけど、例えばプロクリエイトとかだとラスターなんですね。なのでプロクリエイトで書いたラインとかを大きくしたり小さくしたりとかってしてると、だんだん線がジャギーになってくるんですよね。なんですけど、グッドノートはそれは一切起こらないという素晴らしいあのベクターのノートになります。で、こっからですねリンゴをどんどん増やしていくんですけど、とりあえず1個一番右上にベースのねあのリンゴを置いといて、それをコピーしてペーストしてどんどん増やしていきます。で、CTE はねこのグループ化みたいなのがあのグッドノートにあるといいんですけど、グループ化ないですよね。ないよね、多分ないと思いますなのでこのねあの葉っぱのところとボディのところ一緒くたにグループ化できたらいいななんて思ってたんですけど、ちょっとそれはできないみたいです。で、こっからですねこのリンゴのイラストの下にこのリンゴの品種名をどんどん書いていきます。ちなみに私全然あのリンゴに詳しいわけじゃないので、あの昔はねよく食べてたんですけど、イギリスに行った時はねよくこう路上で買ってむしゃむしゃ歩きながら食べてたんですけど、今は全然食べないですね。でもねちょっと今日は面白かったんでこういうノートを作ってみてるんですけど、なんであのグッドノートと iPad の質問はあの受け付けますけど、ちょっとリンゴの味とか種類についての質問は全く答えられないので、ちょっとそこだけご了承お願いします。はい。
でもちなみに私が好きなリンゴはジョナゴールド、あの酸味が強くて甘みが少ないちょっと酸っぱめのやつが好きです。あ、そうね、みんなが好きなリンゴの品種だったらコメントしてください。お願いします。で、ここまでできたら、いくつかのリンゴの色を変えていきます。リンゴって色の種類が2つあるみたいで、赤いやつとあと黄色い、リンゴの品種っていうのがあるので、その黄色いやつ、まあ、緑っぽい黄色っぽいやつがあるんですけど、それの品種の色を変えていきます。で、この色の中にカスタムっていうボタンがあるので、ここを押すともっとあのいろんな色の種類から選ぶことができます。ちょっと黄緑黄色くらいの色にします。で、ここまでできたらもう一つね、ちょっとグッドノートの新しい機能を紹介しておきます。消しゴムの中に蛍光ペンのみ消去っていうのがあるんですけど、このボタンをオンにした状態で消してあげると、蛍光ペンだけが消えてくれます。ちょっと濃いめのやつでやりますね。で、この状態でオンにしてます。今蛍光ペンオンで消してあげるとこんな感じで、元の普通のペン、ボールペンとか万年筆で書いた、線っていうのは残ったまま蛍光ペンだけ消えてくれます。これがね、新しい GoodNote 5 の機能になります。で、表のところこれで完成なので、最後ね、ちょっと仕上げにかかっていきます。上のところのヘッダーの部分の画像を探していきます。で、今回使うのは、アンスプラッシュっていう、画像、フリー画像がダウンロードできるアプリです。で、これはね、結構前にこのアンスプラッシュの紹介動画っていうのを1本出してるので、よかったらね、概要欄のところに載せているので、それ見てみてください。このアンスプラッシュめっちゃ便利なので、めちゃくちゃ私使うんですけど、あの本当に商用利用可能の、フリー画像がいくらでもダウンロードできます。しかも超解像、高解像度でおしゃれな画像がたくさんあります。で、今回はこのリンゴの画像を保存します。で、右下のこの矢印マークを押してあげると、写真フォルダの中に、ダウンロードされてます。で、もう一個これも保存しておきますね。で、こんな感じで、この状態でグッドノートに戻っていきます。で、グッドノートに戻ったら、このね、上のところに写真のボタンがあるんですけど、これ、写真フォルダの中に入っているものがここに、横並びで一覧に出てくるので、ここで、ボタンを押してあげると、さっきダウンロードしたやつがここに挿入されます。で、この機能もおそらくグッドノート5からのものだと思います。確かグッドノート4にはなかったと思うんですけど、まあ、こんな感じで簡単に、画像がインポート、挿入することができます。で、適当にこの上の方だけちょっとヘッダーみたいになるように、配置してあげて、この表のところね、全体を選択してサイズ調節してあげます。で、次この画像の上にタイトルを載っけていきたいんですけど、普通にこのグッドノートのペンで書いてもいいんですけど、もうちょっとなんかおしゃれな感じにしたいときは、私よく使ってるのがこのオーバーっていう無料の、レイアウトを組むアプリがあるんですけど、これをよく使ってます。で、これ無料なのでね、ぜひ皆さんダウンロードしてみてください。で、このオーバーっていうアプリ開くと、真ん中にプラスボタンがあるので、これを押して、この中の、トランスパーラントっていう透明、背景透明っていう項目があります。で、これ選択して画角を一番ワイドのやつ、エクストラワイドっていうやつにしてあげて、ここにタイトルを打っていきます。で、今回の場合だとアップルチャートで、名付けてあげてダンです。で、この状態でここ下のところスライドさせてあげると、フォントの種類が選べます。ちょっとね、今白いから見えてないかも、ごめんなさい。でも、これスライドさせてあげると、いろんなフォントの種類が出てくるので、ここで好きなやつを選んであげる。で、できたらこの上のですね、エクスポートっていうところを押します。で、シェアのボタンを押して、この中からコピーっていうボタンがあるので、コピーを押します。で、この状態でまた GoodNote 5に戻って、長押し、どこでもいいです、画面長押しして、ペースト
ボタンを押すとこんな感じで、あのさっきのオーバーで作ってコピーしたやつが貼り付けられるんですよ。でこれがねすごい便利なので、よかったらね皆さん使ってみてください。あのグッドノートだとなかなかねこのフォントとかおしゃれにするっていうのができないので、違うアプリから持ってきてあげると、あのいつもとはちょっと違うおしゃれなノートができるかなと思うのでやってみてください。で左上に書き出しのボタンがあるので、ここから今回はねイメージっていうボタンを押してあげて保存すると、JPEG のデータがこの写真フォルダの中に保存されます。で完成がこんな感じです。どう？いい感じでしょ。あのこのリンゴマークがね結構うまく描けたので、それをコピペで、あのいろんなところに貼り付けておくだけでも、それだけでもちょっとおしゃれな感じになるので、あのぜひね暇な時間があるときにリンゴマークグッドノートで描いてみてください。でまあリンゴマーク描くのめんどくさい人多分いると思うんですけど、そういう人はですね、あの一応キーボードのショートカットのシフトオプション K っていうのを押すとリンゴマークが出てきます。でこれ多分 iPad でも出てくると思うんですけど、あの一応 MacOS ではこのシフトオプション K っていうのを押してあげるとリンゴマークが出てきます。なのでそれでやってもいいですよ。はい、好きな方選んでください。はい、ということでね今日は以上にしたいと思います。もしこの動画が役に立ったらぜひいいねボタンお願いします。でね、またあのノートアプリとかもねいろいろあの出していきたいなと思ってるので、まだチャンネル登録してない人はですねぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、ということで今日はご清聴どうもありがとうございました。バイバイ。